はい、こんにちは、ブルーフォースです。今日はやる気を、やる気、やる気、やる気を上げていく50の質問です。はい、で、やる気を上げていくためにどうしたらいいかっていうと、メタ認知を鍛えましょうっていう話なんですね。で、なんかちょっと難しい言葉出てきましたね。メタ認知って何っていうことなんですけど、簡単に言うとこんな感じですね。自分のことをモニタリング、要は客観的に見つめてみて、自分が普段どんなことを考えているのかとか、自分が普段どんな能力を持って発揮しているのかっていう、まあそういったその自分についての把握するための力だったりします。はい。で、じゃあこのメタ認知って、なんか大事なのっていうと、メタ認知能力っていうのが低いと、自分がね、例えばその仕事とか家庭とか学校のこととかで、いろんな問題を抱えていて、どんな問題なのかそれは、で、それをどうやって解決したらいいのかっていうのことが、計画を立てることもできなければ、行動もできなくなってしまうんですよね。よく聞くセリフで、メタ認知が低いと、何が何だかわからない状態、何がわからないのかわからない状態、みたいになっちゃうということなんですね。だからここを上げていくために、今日ね、セリフ質問集っていうのはここありますんで、それにぜひ取り組んでもらいたいということです。で、メタ認知が上がっていくと自然とやる気も上がるということなんですね。で、メタ問題に取り組む ステップっていう話でいくと、4ステップあって、事前評価、混乱ポイント、事前評価の評価、思考の記録っていう、この4つのポイントがあるんですけど、何かっていうと、事前評価に関しては新しいことを学ぶにあたって、その新しいことの中にすでに知ってる内容はないだろうかと。例えば新しい本を読むとしますよね。新しい本を読む中に知ってる単語とか知ってるパラグラフとかがないかとかっていうのを探していくと、で、自分の知識とか考え方っていうのを深掘りしていきましょうというものです。で、続いて混乱ポイントっていうものに関しては、その事前評価で新しいことを学びます。で、新しいことを学んだ上で、で、その中で一番理解できなかった点は何なのだろうっていうことを炙り出していくっていうものです。だから何がわからないのかわからないっていう状態を抜け出していきましょうねっていうことですね。で、それから事前評価の評価っていうことなんですけど、勉強を始める前に思っていた内容と実際に勉強して した知識っていうのと、変化、成長を感じた部分っていうのを洗い出しましょうと。だから自分の持ってた知識と新しく入った知識の照らし合わせをした中で、進んだ部分、成長できたなって感じた部分をしっかりと洗い出していきましょうというところになります。それから思考の記録っていう話なんですが、以上の1から3までの情報っていうのをノートに記録していきましょうということなんですね。で、後で見返した時に記憶を呼び起こしてみたりとか、思考を整理するためにこれが必要になってきたりしますので、ここポイントとして、押さえておきたいところになります。じゃあ早速メタ認知を鍛えていくためのセルフ質問集っていうのを取り組んでやっていきましょう。ちょっと待ってくださいね、なんかバグったかな。はい。で、メタ認知を上げるための質問なんですね。で、50問あるんで、ちょっと動画自体長くなるんですけど、一個一個質問を、なんて言うでしょうね、見て頭の中で答えるか、後でゆっくり解こうと思って、ちょっとこうノートに書き記していって、で、ノートに書いて、で、その下に回答を書いていくみたいな感じでやってもらえたらいいかなと思います。で、大きく3つで、仕事と勉強に関してで、始める前か、している時か、終わった後、それぞれに使う質問をやっていきます。まずは始める前に使う質問なんですけど、結構多いですよ。はい。まず一つ目が、この仕事、勉強の具体的なゴールは何か。ちょっと、設問数が多いので、詳細省きます。こんな風に答えてくださいねとかって、こんなことを聞いてるんですっていうのは、もう詳細省いていくんで、この聞かれたことをもう書くなり、答えるなり、頭の中で整理してもらえたらと思います。じゃあ続いて二つ目、この仕事、勉強について、すでに知っていることは何ですか？この仕事、勉強を行うためにできる準備は何ですか？この仕事、勉強を行うための最適な場所はどこでしょう？で、その場所で仕事、勉強中にしていけない、してはいけないことは何でしょうか？5つ目、目の前の仕事、勉強について今どんな疑問をお持ちでしょうか？6つ目、仕事に依頼主がいる場合、期待しているゴールは何でしょう？その依頼主がですね。続いて7番、この仕事を勉強を達成するのに必要なことは何でしょう？8つ目、仕事勉強を達成するのに必要なリソース、資源は何でしょう？これ、人脈とか時間とかお金とか物とかですね。そして9つ目、仕事達成にかかる時間はどのくらい必要でしょうか？
10番目、以前同じような仕事や勉強をした時と比べて今の方がうまくできるでしょうか。11番目、具体的にどんな戦術が使えますか。12番目、仕事勉強の計画についてそれを立てるためにどれだけの時間を使いましたか。13番目、仕事勉強のどの部分に対してもっと時間を使うべきで、反対に時間を使わなくてもいい部分はどこでしょう。14番、そもそもなんでこの仕事を勉強する必要があるんでしょうか。15番目、この仕事勉強を達成することで目標、あなたが持っている目標は進展するでしょうか。16番目、仕事勉強の進捗状況をモニタリング、客観的に見る方法っていうのはありますか。データ取ってみたりノート記したりとかですね。17番目、この仕事勉強からそもそもあなたは何を得たいでしょうか。これ結構きついですね。18番目、この仕事勉強を達成することであなたのどのスキルを伸ばしたいですか。コミュニケーションスキルとかね、ちょっと前のが浮かばなかったということで、仕事勉強を始める前の質問でした。続きまして、勉強している時に使う質問ですね。はい、じゃあ行きましょう。19番目、この仕事や勉強を行っているとどんな知識とか経験を得られるでしょうか。20番目、うまくいかない時に何に混乱しているでしょうか。何が分かってないかですね。21番目、仕事勉強中にどんな疑問が浮かんだでしょうか。22番目、仕事勉強楽しめてますで、いやーいやーっていう場合なんででしょうね。で、23番目、いろいろ情報がいっぱい氾濫している中で重要な部分だけを見抜くことができるでしょうか。でもし見抜けていないとしたら、そこを見抜くためにどうしたらいいでしょう。24番目、今使っている戦術、勉強を行うにあたって、仕事をするにあたって、それをよりうまく活かせるためにはどうしたらいいでしょう。25番目、仕事を勉強を達成するために他のリソース、資源は使えないでしょうか。26番目、この仕事勉強で最も難しい部分や理解できない部分はどこでしょう。27番目、難しいポイントに対して違うアプローチはできないでしょうか。要は自分一人の力じゃなくて誰かの知恵を借りるとか、そんな感じですね。そして28番目、どこまで仕事勉強の手順を明確にできているでしょうか。あやでこうやってそうやって、いつまで聞き終わらせて。そして29番目、誰かのサポートを得られることは可能でしょうか。得ることは可能でしょうか。30番目、モチベーションの維持できてますか。いいえなら、なぜか、なんでモチベーション上がらないのか、維持できないのかっていう理由をぜひ探ってみましょう。そして31番目、自分がこの仕事とか勉強において悩んでいるところはどこでしょう。32番目、自分の悩みを明確にするためにできることは何でしょう。33番目、今の仕事、勉強にもっと興味を持つ方法はあるでしょうか。はい、勉強、仕事をしているときに使うこと、質問でした。続きまして、最後、終わったときに使う質問ですね。はい、34番目、今日は具体的にどんな仕事や勉強をしましたか。振り返りですね。35番目、今日やった仕事、勉強は以前の自分の理解と食い違っていなかったでしょうか。36番目、今日の仕事、勉強で得たアイディアはこれまでの仕事、勉強にどう関係しているでしょうか。
37番目、仕事勉強においての疑問とか難しいポイントを解決したりとか、その問題点を明確にするためにはどうしたらいいでしょうか。38番目、今日の仕事勉強で最も興味が持てたポイントはどこでしょう。39番目、今日の仕事勉強でどれだけ目標に近づきましたか。40番目、今日の仕事勉強でどれだけリソースを使ったでしょうか。ラスト10問、41番目、強みを仕事勉強において発揮できたでしょうか。42番目、もし同じ仕事勉強をするなら次は何をプロセスとして変えるべきでしょうか、あるいはもう目標を変えるべきでしょうか。43番目、事前の計画でうまくいったポイントは何がありますか。44番目は、反対に事前の計画でうまくいかなかったポイントはどこがありますか。45番目、うまくいかなかったポイントはなぜうまくいかなかったんでしょう。これね、ちょっと脱線するんですけど、うまくいく人ってうまくいかないポイントを潰していくのが得意みたいですね。それから46番目、今日の勉強、仕事でよく理解できていないポイントはどこでしょう。47番目、この仕事、勉強から学んだことで5年後も覚えておくべきことは何でしょう。48番目、友人が似た仕事をあるいは勉強すると想像してどんなアドバイスができるでしょうか。49番、もし自分が仕事の依頼主だとしたらどのポイントを変えることができるでしょう、頼み方ってところですね。そしてラスト50番目、この仕事勉強から学んだことで自分の未来や目標に対して生かすことができるポイントはどこでしょう。はい、以上でございます。50問お疲れ様でございました、はい、じゃあ今日のまとめ入っていきますね。今日のまとめとしては、この人生の目標や目的の達成に向けてメタ認知能力っていうのを鍛えるのはもう非常にありです。で、達成したいものがあったとしても、それに必要な能力っていうのが一体何があるのかっていうことを自分で把握していないと、なんか目標立てただけで満足っていうような絵に描いた餅状態になってしまいますんで、ゴールとそこをたどるためのプロセスと、それから現在地っていうのを明確にしておくために、まあ、今日の質問なんかっていうのをぜひ活用いただけたらいいかなと思います。ということで、本日の動画、メタ認知力を上げてやる気を上げていきましょうという質問の50選でございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな、という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。